はい、皆様こんにちは、こんばんは、梅です。ですね、今日はシーズンマッチの方をやっていきたいと思います。今月から、エクストラ HP とスキルバッジの方が、本格的に、始まりましたので、まあ僕の方マデッキ中心にやってたんですが、まあ唯一ベルゼブブ、だいぶ弱体化されてしまったので、まあベルゼブブはもう入れていません。まあそれでもまあなんとかマデッキで勝てるんだっていうのをちょっとやっていきたいと思います。まあちょっと先行取れましたので、まあ手駒も悪くないですね。とりあえずククルカ置いていきます。よろしくお願いします。まあ相手もこれ神タンですね。でまあ先行取れたんで悪くはないと思います。まあベルゼブブなしでもやれるんだっていうところをちょっと見せていきたいと思います。さあ、行って、ハピストエンジェルですね。まあ、次、とりあえずもうアルカード、打っていっちゃって OK ですね。B3 に置いていきます。まあ、HP が高いうちに、これを引けてたのは大きいです。あ、で、タイガーリリーとか、今、来たんですけど、まあ、とりあえずベルゼブブがダメになっちゃった分、こういったタイガーリリーとか、あとシンカーレスなんかを入れて、やっていきたいな、なんて思っています。さあ、とりあえず猫ちゃん置いて、特殊与えながら、1枚呪いしていきたいと思います。さあ、まあちょっと呪いメインでも良かったんですけど、まあちょっと最近、竜輪とか、まあアルイナルとか、アークワンですかね。そういったリーダーのもう、国輪とか竜輪が流行ってきてるので、まあある程度特殊を、うまく絡めながらっていう感じのデッキにしてあります。まあとりあえずタイガーリリー、打っていきます。でこれは、2200の特殊を与えながら、1枚呪うって感じですかね。で意外とコンボスキルも結構強いので、まあ、発動できれば、いいかなと思ってるんですけど、さあ、相手が、ファヌエル来ましたね。まあ、ファヌエルもスキルバッジ適用になってますので、まあ、多分 1.6 だったかな。80% の 1.6 に下がってますので、まあ、とりあえず春を、置いていきます。まあ、ちょっとエスペランサちょっと警戒はしなくてはいけないんですが、まあまだ 1.6 なんで、まあそこまでって感じですかね。まあとりあえず、まああまり、まあやってるとちょっとやられちゃうんですけど、まあうまくやっていきますと思ったんですけど、なんか通信が、なんかうまくいってないんですかね。これまさか切れちゃうパターンかもしれません。まあ、しょうがない。ああ、切れちゃいましたね。まあ、多分、最初に挨拶してくれたぐらいなんで、まあ、わざと切ってるとは思いたくはないので、まあ、とりあえず、あ、でもダメっぽいですね。切れちゃったと思うんで、まあ、とりあえず、まあ、AI になっちゃうと思いますが、頑張ります。おっと、ヘカがいっぱい入ってる。さあ、とりあえず、ロックか？あ、お経来ましたね。まあ、多分、AI なんで、多分大丈夫だと思うんで、お経を春の横にでも置いていきます。で、とりあえず、呪いをちょっと多めにかけていきたいです。で、まあ、最悪カード取られたとしても、まあ、次、お経のコンボを入れられますので、まあ、ハロウィンアルカードでロックしながらって感じですかね。さあ、相手は、まあ、AI なんで、おぉ！ビクトリア！うわぁ、強えなぁ。あ、タイガーリリー発動するので、とりあえず、じゃあロックして、タイガーリリーとコンボしていきます。これ結構強いですよ。さあ、どうでしょう。はい。これ結構やっぱ強いですね。特殊がだいぶいい感じです。さあ、行っては、ロックして、誰よ？おー、乱量。完璧ですね。完璧な流れ。まあ、とりあえず、まあ、これもう、まあ、対人ではないと思うんで、まあ、ちょっと、あ、まあ、次、もうタイガーリリーとコンボして、あ、いいですね。ルックスリアも来ましたので、最後、コンボして、OK ですね。さあ、いやー、強いですね。はい、オッケー。とりあえず勝てることができました。まあ、とりあえず今月からちょっとまあ、いろいろデッキの構築とかをまた変えながら、ちょっとまあ、うまくシーズンマッチ、やっていければなと思っています。まあ、できるだけコツコツちょっと頑張ってやっていきますので、また今後とも皆様よろしくお願いします。じゃあ今日はありがとうございました。